東京インターハイスクールは東京都渋谷区渋谷にある通信制インターナショナルスクール。米国ワシントン州の私立スクール、アルジェラーニングセンターインデペンデンスハイスクールと提携し、卒業上書はアメリカワシントン州認定の資格となる。ナルセスの認定を受けている。2000年にインディペンダントラーニングの理念の下創立された。 ホームスクールを日本に導入した初の高等学校。9年生から12年生までを対象にしているが、中学1年生や中学2年生を対象にしたジュニアコースも存在する。生徒1人数とにつく学習コーチが担任として、コーチングを用いて個別指導を行っている。クラスも毎日開催され、主に東京都近郊の生徒たちが希望に応じて通っている。 生徒は国内外に在籍し、その国籍は多様。英語と日本語のどちらでも学習を行うことができる。近年では、既存の教育制度に合わない生徒のほか、バレエやテニス、芸能、音楽分野におけるプロを目指す、専門生や海外留学希望生、海外からの帰国生など、多様なニーズを持つ生徒が多くを占める。国内大学のほか、 海外の大学へ進学する生徒も多い。株式会社アットマークラーニングが1999年に創設。初大学院長、柳沢富夫、恵比寿の駅前でキャンパスを開設。その後品川に移転、2010年株式会社アットマークラーニング社から、株式会社トラストコーチが分社したタイミングで、渋谷に移転、東京インターハイスクールの運営。 管理を引き継ぐ。株式会社アットマークラーニング社が運営する、アットマーク国際高等学校、アットマーク民、よもぎ館高等学校とは、姉妹校関係。ありがとうございます。